2023年新年なので、今後の大きな時代をピクニック期と呼んでみることにします。どういうことか。生活と協調、企業も個人も競う時代ではなくなる。競う意味や動機が失われ、むしろ弊害ばかりが目立つようになる。ビジネスより生活に重心が移り、生活が主体となる。勝敗のあるスポーツとは異なる協調を生むピクニックに関心が集まる。環境という前提。ピクニックはオフィスや商店ではなく野山で行う。地球環境の意識と実践を持たぬ者は参加の前提すら得られない。改めて人。ピクニックには改めて朗らかで豊かで魅力的な人間性が求められる。技術や方法論や経験はプロや AI で安く調達できる。多様性という言葉で安心してはいけない。選ばれるか選ぶかしかない。一人一人の中で。ピクニックには明確な目的やゴールはない。アートのように正解はなく、各人の中で育まれる。一人一人から外へ。今後の良きピクニックは宇宙で行われるだろう。もちろん地球でも、あなたの周りでもまだたくさん。幸福？それは今あなたが思い描いたピクニック感のことである。それらが伝播し合い重なり合って、振り返るとピクニック期となる。今年もますますよろしくお願いいたします。Thank you.